はい皆さんこんにちは鳥居です。えー、ディールマッサジャーステイ・ホームということでねあんまり外出できないので主にこうやって家の方からいろんな情報をお届けしてるんですけど実はねそろそろ情報もネタ切れになってきてさてどんなお話をしようかなってちょっと悩んじゃってるんです。うんそれでですね えー、今回からちょっとバリ島の観光情報っていうかねいろんな、えー、名所だとかね、えー、観光旅行に関するような情報をちょっとこの家からいろいろお話ししようかなと思います。でね実は私もバリ島の方に住んで12年今年の7月で12年になるんですけど、えー、バリ島に来て一番最初に実は旅行会社の方に1年半ぐらいちょっと勤めてたんですね。でそこを辞めてててウブドの方に移ってきてからも ちょっと知り合いがです、ね、旅行会社小さな旅行会社を経営してるんでそこでいろいろ相談に乗ったりあのその人からいろんなこと教えてもらったりしてますんでまあ一般の在住の方よりも旅行業界に関してはちょっと詳しいかなというふうに思ってるんですそういうことで、まあ、今回からそういう旅行情報、えー、特にあんまりね、えー、ちょっとした裏話もできたらしていこうかなと思います。 ということで第1回目といいますかね今回はお寺の観光についてお話をしたいと思います。であのよくガイドさんがバリ島には1万以上のお寺があるよって話をするんですけど実はねこれ穴がち著じゃないんです。というのは1つの村に3つのお寺が必ずあるんですね。これがちょっとバリヒンドゥのしきたりっていうか習慣なんです。えーその お寺が3つあって、村がたくさんありますよ。さらに各家にも家寺ってお寺があるんです。これはね、ちょっと日本で言うと、えー、仏壇みたいなイメージを持ってもらったらいいんですけど、家の中にお寺っていうか祠があって、そこで祖先霊なんかをお祀りしてるんですね。まあ、そういう家寺とか各村に3つある。お寺全部足しても1万。あって あっても不思議じじゃなないかなって感じがしますもちろんそんなにたくさんあるお寺ほとんどはまあ観光できる場所ってわけじゃないんです中には本当に素朴な小さなお寺もあるんでねただそういうお寺の中でも有名なお坊さんが来て建立したお寺だとか周りがすごいいい景色風光明媚なところにあるお寺あるいは国寺って言って昔バリっていうのはいくつもの国に分かれてたんでその国の菩提寺こういうところもあるんでね。 そういうところはかなり大きくて、立派で観光名所になっているということなんです。で、ええー、バルトにはそういう観光名所的なお寺もいくつあるんですけど、今回はこの三つわかるかな。この三つをちょっと紹介したいと思います。上からタマン、アユン寺院、タナロット寺院、それでウルワツ寺院。結構有名なお寺なんでね。観光にしに来た人なんかもご存知かと思いますし、ガイドブックとかウェブでもいろんな情報が載っていると思います。 で、そのお寺はどこにあるの？っていうことで、ちょっとこんな <laughs> お粗末ながら手書きの、えー、地図を書いてみました。わかりますかね？これが一応バリ島、うん、バリ島なんですね。バリ島ってまあこんな形よく熱帯魚が横向いてる形とか言うんですけど、あの真ん中に大きな島があって、この一番下、ここのところにポロっとこう。小さく出てるところがバドゥン半島っていうんですね。 でかい部分とバドゥンハントの接点がすごい細くなっててここにル空港がありますこれがねバトゥール湖ってバリの中で一番大きな湖があるんですけどねでここが、えー、マウントアグンアグンんですねアグンんですで私が住んでるウブドがこの緑色の点大体この辺りがウブドなんですねですので結構空港からね車でやっぱ1時間半ぐらいかかりますしね あのー、観光客が多い北とかスミニャックっていうこういう元ビーチエリアなんですがここからちょっと離れてますで今回紹介するのがまずこれがタマンアユン寺院海ドから結構近いですタマンアユン寺院それからここがタナロット寺院タナロット寺院はちょっと西の方ですねあの最近有名なチャングーっていうのはこの辺りなんでねちょうどスミニャックとチャングーそれからタナロットそんな感じなんですねであと ウルワツジンというのはね、このバドゥン半島の一番南の西の端にあります。ここがウルワツジン。今回、この三つの寺院のことをちょっと簡単にご紹介していきたいと思います。最初にですね、タマンアイオン寺院です。あの、実はですね、バリのお寺って。すごい素朴って言いますかね。あの、なんか、お寺、例えば。どっか海外のキリスト教のすごい大聖堂とかね。日本でも東照宮。 ああいうところはねすごい彫り物があってすごい仏像があってとかね、えー、京都なんかもすごいお寺たくさんあってもう見るだけでわあすごいなと思うんですけどバリのお寺ってねぶっちゃけしょぼいんですよ。ししょぼいいって言ったらね <laughs> 怒らね怒れれちゃうかもしれないですけどっていうのはもともとお寺っていうよりもお祈りをする場所なんですね。 ですのでお祈りができるような広い場所とあとそういう神様があの降りてこられる祠があればいいっていう考え方なんでそんなに豪華絢爛っていうようなお寺はないんですそれとあの普段は閉まってるんです普段は神様来ないからね開けといてもしょうがないみたいなそれで祭礼日って言われてる日こういう時に神様とか祖先霊が降りてくるからその時だけ開けて綺麗な飾り付けをするんで普段行ってもね あれどうしちゃったんですかみたいなそんな感じなんですね。最初に紹介するタマンアユン寺院こちら1634年に作られたそうです。1634年結構前ですね。で、えー、このお寺どんなお寺かって言いますとムングイ国ムングイ王国、えー、こういう国の、えー、菩提寺になるわけなんですね。えー、国寺です。ですので、ね、結構立派なんです。で このお寺行ってみるとまず最初すごい広い緑の芝生のお庭がありますこちらもすごい広いですでそこずっと入っていくと一番奥にお寺があるんですけどこちらのお寺普段閉まってますしあのヒンドゥー教の方じゃないと入れないので、ね、観光客は中入れませんただ周りから見れるようにずっと周りに遊歩道が作ってあってその周りからお寺の中を見ます 中には何があるかっていうと、メルと言われる多重塔があるんです。ただ、この多重塔、日本でね、例えば三重の塔とか五重の塔っていうと、中に人が入って見晴らしがいい。そんな感じなんですけど、バリの多重塔っていうのは全然人入れないんです。ただ単に屋根がこうつながっているだけのオブジェ。<laughs> <laughs> って言っちゃうとね身元もないんですけどそういうのがずらっと並んでるよとで通常こういう多重塔っていうのは一つのお寺に1個ないし2個ぐらいしかないんですけどこちらの多ンアイユンには十何個ずらっと並んでるんでそれが見事ですよということで観光名所になってます。ちなみに今ムンゴイ王国の話をしたんですけど今バリというのは昔9つの王国があってそれがえインドネシア共和国バリ州になった時に全部県になったんですね。 例えば私の住むウブドっていうのはギャニャール県っていうんですけど昔はギャニャール王国って言ってました隣のカランガッサム県もカランガッサム王国えそれでねこのムンゴイ王国っていうのは何県なんですかっていうと実は今ないんですよ。でなんでないかというと19世紀の後半にムンゴイ王国の隣のタバナンタバナン王国それから南側にあるバドゥーン バドゥン王国このね連合軍に攻められちゃってムンゴイ王国消滅しちゃったんですよ。ほんで土地はタバナンとあのバドゥンが持てちゃったと。そういうことで今は亡きムンゴイ王国の国寺これが多ンアユン寺院と言われてます。 でこのタ多摩あゆン寺院ですけどバリ島で2番目に綺麗な寺院と言われてますんでねもしね場所もウブドからタナラットに行く途中にありますそういうことでね結構ツアーで行かれる方いるんですけどこっから裏話なんですけどねえじゃあなんでこっから多摩あゆん寺院によるんですかと時間調整なんです。 えっと、ウブドからタナロットまでだいたい車で1時間半ぐらいかかるんですけどやっぱ遅れちゃいけないんですよっていうのはこの後説明しますけどタナロットって夕日の名がすごい有名なんでその夕日の時間に遅れちゃいけないだから途中で渋滞あったらいけないんで早めにウブド出るんです大体3時ぐらいにもう出ちゃうんですね。ただそのペースで 調子よく行っちゃうとまだまだ夕日まで時間かかっちゃうっていうんで時間が余ったらちょっとこのタマンアイオン寺院を見ていきましょうとでもし渋滞なんかで時間ないぞっつったらここパスしましょうとそういうねなんて言うんですかねあのクッションとして使われるんでねそういうことでタマンアイオン寺院って結構ツアーの中に含まれております、はい。ということで続きましては先ほどちょっとお話が出ましたタナロット寺院の説明をさせていただきます。 タナロット寺院はねタバナン県ってところにあります。タバナン県っていうのはさっきの地図で見ていただいた通りクッタスミニャックで最近有名なクロボカンそれからチャングでその隣がたあのタバナンのタナロットって場所になります。タナロット寺院なんですけど16世紀にあのジャワから来たすごい有名な僧侶。 ニラルタって方がいらっしゃるんですよね。その方が混流したって言われてます。でね、結構ね、昔からジャワの方から有名なお坊さんがバレーにたくさん来てるんです。で、なぜかというと、目的はアグン山。あれだけ高い山なんで、ジャワの東側から見えるんですよね。それで、あの海を渡った向こうの島にすごい高い山がある。あれはあの素晴らしい、きっといいところだっつって、あのお坊さんなんかが。 アムさ,んモさん前に行くその途中途中でやっぱそういういい場所ですね結構気のいい場所とか風景のいい場所に行くとうんここは素晴らしいここで座禅を組んで瞑想をしようとかしてそこにお寺を建立すると、ね、いうことを結構やってたそうなんです。えー、話戻しますとそのニラルタってお坊さんが16世紀にタバナンのこのビーチに来たとそうしたらね海岸からちょっと本当に数百メートルぐらい離れたところに 大きなな岩岩ががああって、そこが海の中にある岩だと。なんかこれはすごいよねとそれでその岩もねちょっと宇宙船みたいな格好してるんですけどねこうドーンという岩があるなんかこの岩すごいよねここはきっと素晴らしい場所に違いないということでそこにお寺を建立したというのがタナロット寺院なんですで。この寺院なんですけど今言ったように海の中にありますんで普段は人はいけません。ただ干潮時、 潮が引くとずっと道ができてその岩のそばまで行けますそういうことでそういう時だけあのお寺に行ってお参りができますよただこれもヒンドゥー教徒じゃないと入れないんで観光客は中に入ることはできませんただこの岩の下にですね泉が湧いてるんです。 真水,なんですね、真水の泉が湧いててこの海の中で真水が湧くなんてこれは清水に違いないということでその清水が湧くところにお坊さんがいて、えー、観光客とかね、えー、お寺の中入れない人でもそこでこう清水でちょっと手を清めて。 そしたらお坊さんがその後ちょっとこうね精水とかかけてくれたりおでこにねあのお米つけてくれて花つけてくれてこういうことしてくれるんですねもちろん無料じゃなくてちょっとドネーションもお願いしますということで1万ルーピア2万ルーピアぐらい置いていくとでそういうことで結構観光客も多く集まりますそれとここってインド洋にポーンと浮いてて正面が西の方向いてるんで夕日がすごい綺麗なんですよサンセット結構ポスターなんかで見たことあると思うんですけどね でそういういことで観光客がすごくたくさん集まるお寺です。で実はこれちょっと私聞いた話なんですけど昔やっぱジャワの方からそういう何て言うんですか法力使いって言うんですかなんかそういう神通力を持った人が来ましてそのタナロト寺院まで来てこっちのバリにも陣痛力を持った人がいるんですよ。その人となんか、 えと能力比べっていうんですかね力比べをしようって話になったそうなんです。でジャワの人が何かやってどうだって見せたらバリの人がトコトコってきてうんとそのタナロット寺院の下の岩を杖でコンってついたらそこからパッと水が出てきたと。でそこが清水になった。でそれを見たジャワの人もああ負けたっつって帰ってったそうなんですけどそれが今のタナロット寺院の下の清水ということなんです。でこの話ってねいつぐらいだと思います、まあ、例えば まあ昔話だから200年前300年前と思うんですけど私が聞いた時には50年前の話って言われたんですよでその頃から清水が湧いててるってことです、はい、こちらが、えー、タナルツジになりますでは最後にウルワツ寺院ウルワツ寺院のお話をしたいと思います、はい、ウルワツ寺院ってね結構バリ島観光でも有名な話なの場所なんですこれは先ほどお話した通りバドゥーン半島という半島にあります。 えっとこちらですねこちらの地図のここバリ島の下にこうプラッとぶら下がってる半島この南西にありますかなり遠いです大体いいねこの空港から車で1時間半ぐらい今ちょっと混んだりする2時間ぐらいかかっちゃうんですけどねこのこれ離れてるところにありますここのお寺なんですけど 断崖絶壁にあるんですだいたい海から70メートルぐらいって言われてるんですねその断崖絶壁にあるお寺ですで、こんなところに誰が作ったんやというとウンプトウランっていうねすごいあの有名っていうかね力のあるお坊さんが建立したそうですちょっといつかというのはよく分かってないんですけどねで、その時は本当にねちょっとした切り開いた場所でここで瞑想してお祈りするといいぞということでちょっとした祠があったぐらいだけなんですけど 16世紀にまた先ほど話が出ましたニラルタ構想ニラルタ層ですね有名な層も,もうここまで来たんです。タナロット行ってからまたウルワツまで行ってね今は車でビュッと行けますけど昔は歩いて行ったんでしょうね。えー、来てあここは素晴らしいということでまたメルっていう多重塔を建立したそうです。でそれで今みたいなお寺の形になったそうなんですね。 でここも今言ったように海に突き出た断崖の上にありますんで夕日が素晴らしいというここでインド洋に沈む夕日が素晴らしく綺麗に見えるということで観光客がすごい集まってるんですけどもう一つ有名なのがケチャダンス毎日夕方6時からこのお寺の境内の隅っこの方でケチャダンス公演があります。 これは、ね、地元の人たちがやってるんですけどこのケチャダンスっていうのが、まあ、ケチャダンス自体ねいろんなところでやってるんですよウブドウでもやってますしね他のところでも結構やってるんですけどウルワツのケチャダンス何がすごいかっていうとバックがインド洋なんですよ。インド洋6時なんでだんだんこう夕日が沈むそれをバックに行うっていうのがねまた一番すごいかっこいいってことで観光客に大受けしてるんです。 でこのケチャダンスなんですけど今はね例のコロナの問題で開催されてませんしウルワス人なんから入れません観国客もいませんけどその前はね大体これの観賞料が10万ルピア。10万ルピアが1日1,000円だとえいくらえっ、ー、と1億ルピア やってますよね。1>, 1億ルピアはい。たい今1円が130140ルピアぐらいなんでね。1億ルピアとざっくり言って80万ぐらいうん。1日で80万ぐらいの収入があるんですね。で、このケチャダンスが始まったのもそんなに古くないんですよ。あの、本当に20年か30年ぐらい前からその。 地元の人たちがじゃあ観光客来るからそこでケチャダンスやろうよっていうことででねそのおかげでめちちちゃゃく地元ののンジャーの金持ちになったんですそれまで産業がないんですよあそこ。バドゥンハントっていうのは石灰岩でできてるんであの作物があんんまり育たないんですそれから川がないんで水があまり良くないということで田んぼもできない。 ですので、そこであのある産業って言ったら、ちょっと漁業があるぐらいだったんですね。で、そういう貧しい漁、漁村だったのが、ケチャダンスをやるようになって、バッと金持ちになったんです。で、今、えっ、ー、とね、話に聞きますと、ここのバンジャールでやってるんですけど。三グループぐらいがあるそうなんですね。その三グループがこうひ、日替わりっていうか、当番制で、こうぐるぐる、えー、公演をやってると、それでそのグループに。 参加希望者多いんですよ。そんだけ毎日お金入りますんでね、うちも出たいうちも出たいって言うんですけど、一家族一名までって決まりがあるそうです。で、えー、非常に人気のあるウルワツジーなんですね。 こちらもぜひ行ってみてください。で、ウルワツジ行くときは必ず、ね、夕方行きましょう。夕日が綺麗っていうのもありますし、ケチャダンスこちらも楽しめるということです。ただ、ウルワツジでね気をつけてもらいたいこと、ケチャダンスが終わるとみんな一斉に帰りますんで道路が大渋滞になります。特に駐車場から出るところがとんでもないことになるんで、えー、っと一番最後に皆さん写真撮りましょうってやるんですね。あのダンサーと一緒に写真撮りませんかってやるんで。 ももし何だっったらそれがもっと始まる前、えー、最後まで見ないでとあの終わるちょっと前にも帰っちゃうあるいは最後にで見るんだったら写真撮影もしてみんなあの帰るまで待ってから帰るとそうした方が一応渋滞を避けることになると思います。ということで、えー、今日はまずは簡単にバリ島の観光案内旅行案内ということで3つのお寺 こちらを簡単に紹介させていただきました。今後もね、こうやってちょっと観光話とかね、できたらちょっとした裏話もしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画が面白かった、ためになったということでしたら、グッドボタン、高評価の方、お願いいたします。また私、こうやってバリ島の情報、いろいろアップしております。よろしかったら、チャンネル登録の方もお願いいたします。 それから Twitter、Facebook で最新情報の方もアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。